おはようございます、一ノ瀬はじめです。おはようございます。今日もお茶いただきますよ。どうぞ。今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温29度、最低気温20度で雨のち晴れでしょう。現在気温20度、曇りです。今日も雨か。でもなんかちょっと涼しいから嬉しいなんです。あ、そうなの。うん、僕も。はい、今日もウインナー僕も食べたい。毎日ウインナー、そう、幸せ。実家行ったらもらってくる。ポークビッツがないね、今日はね。ごめんね、ポークビッツはちょっとその高いかなって。あ、そう。まあ、とりあえず白飯をください。あ、そうだよね、どうぞどうぞ。はい、今日も母ちゃんの作りたて味噌汁。合わせ味噌だね。ね、どうでもそろそろ赤味噌がない。うん、なんかこの前好きだったよね、前まで。いや、両方、まあ3種類とも好きだよ、父ちゃん。うん、いただきます。どうぞ。はい、今日はね、このフェイユーさんの G6 プラスを使って、この上に何を乗せてるかというと、はい、じゃんと GH5 でございます。これね、本来であれば、ここのプレートのね、幅が、今撮影してるのが GH4 なんですけど、GH4 よりでかい GH5 は乗りません。スペースが足りないのでね。で、視聴者さんの武田さんという方から、このモビロンバンドを使ってしっかり固定すればちゃんとね乗るということで、今ちょっとバランスを取りながらやってるんですけど、実際ね乗りました。ちょっと今あの電源切った時にずれちゃってバランスがまた崩れちゃいましたけど、こんな感じでねやればね、このレンズもね、パナライカの 15mmF1.7 のレンズであればいけるというね、そこまで詳しく武田さんにね教えていただけたので、今日はちょっとねこのセットで撮ってみたいと思います。はい、電源入れたらねこんな感じでちゃんとねバランスも取れておりますよ。プルプルもしない。それではね、アプリを使って設定していきたいと思います。はい、とりあえずね、カメラの設定としてはパナソニックの GH4 として接続したいと思います。ちなみにね、この GH5 は初期設定で Wi-Fi のパスワードが表示されない設定になってるので、このアプリはね、こう接続するときに Wi-Fi を選んだときに、ね、こう今 GH5 って出るんですけど、ここにねパスワードが出てるんですけど、初期値のパスワードを表示しない設定だとここ接続できませんので、カメラ側のね設定でWi-Fi のパスワードを表示する設定にしないと接続することができません。それでは、つなげてみましょう。お、つながったね。はい。で、スマートフォンのアプリを立ち上げてくださいと出ましたね。はい。パナソニックとしてカメラを認識しました。さて、ジンバル側はどうでしょうか。これ、ね、Wi-Fi 接続はできた感じですけど、カメラとして認識はされてないですね。スラッシュが、バッテンマークじゃなくてスラッシュがついちゃってるんで、カメラの操作はできないっぽいな。はい、こんな感じでね、GH5 側も接続できませんでしたと出ちゃいましたね。ただ、ジンバル操作としては、Wi-Fi で繋がってるので、こうね、ちゃんと自撮りモードと変更とか、普段のね向こう向きの設定だとか、そういう操作は可能になります。レックボタンとかね、その辺が押せないので、結局ねこちら側の操作になりますね。この辺ちょっと残念だけど、まあもともと対応してないカメラなのでしょうがないかなっていう感じ。まあ今日はちょっとね、このセットで撮ってみたいと思います。はい、近くの公園にやってきました。それではね、こう今 GH5 をフェイユーのジンバル G6 プラスに乗せて歩いてます。とりあえずね、カメラとアプリが接続できないのでジンバルだけねちゃんと使っていきたいと思うんですけど、
撮影はね、デックボタンは指で押して撮影しております。めっちゃ綺麗だね。やっぱりね、 GH4 と比べると数百グラム違うな、100グラム以下か違うんですけど、重さがねちょっとね、やっぱり先っちょにかかってる重量が増えてくるので、やっぱりね重さは感じますね。感じとしてはやっぱり GH4 を乗せるのが一番いいような気がしますね。ちょっと走ってみましょうか。こんな感じでね、今後ろから撮ってるのは GoPro の Hero6 なんですけど、まあ、Hero6 の、ね、手ぶれもかなり優秀なので結構いけてるんじゃないかな。これロックモードで、こう左手使いづらいな。今ね、右手に持ち替えて、こう木の周りをね、こうファンしてみましょうかね。こんな感じでぐるっと回って撮れますね。こういうところがいいかな。ここでこう撮るのもね、なかなかいいんじゃないでしょうかね。かなり明るいところで撮ってるので結構いけるね。そんなモーターもガタガタ言わないし、重量超えてる感じはするんですけどね。この一番最初の動画で上げましたけど、確かもう GH5 のボディと SD カードとバッテリーだけで 700g 超えてて、今つけてるねこのレンズがね 15mm の F1.7 のパナライカのレンズをつけてるので、これだけで 100g ぐらいは超えてるはずなので、1キロ近い重量が今乗ってて、このフェイユーの G6 プラスはペイロードが 800g のはずなので 200g 近い重さがオーバーしてるわけですが、それでもね余裕はありますね。こうボタンもね完全に操作してても問題ないですし、こうモーター余裕がある作りになってるようですね。こうこんな感じで撮ってても全く問題なく動いてますね。ガタつきもないし、こういう動きもね、はい、綺麗にパンして戻ります。全く問題ない。いい景色が撮れてるね。空も青くて。レッグボタンのね、操作が手になるので、ちょっとその辺が、やっぱり、手間ではありますけれど、 GH5 でも問題なくいけるよ。どうでしょう。走ったりなんかしても問題ないし、バッテリーの減り具合もねGH4 の時とかと変わらない。こう斜め下からの斜め上とかね、こういう動きもね問題なくいけるよ。ですぐ戻るしね。
すごくいいです。こんな感じでね、撮って今歩いてみますだけど、やっぱりね、ちょっとね、 GH4 もそうでしたけど、こう下向けるとここが干渉する、そこだけがね、もうちょっと小さいカメラでやってみない、や乗せないと使いづらい点かな。このモビロンバンドの固定ね、結構いいかもしれないよ。こうやって結構振り回してもね、こうロックモードで振り回しても、こんなスピードで回ってもね、いける。すごいっしょこれ。武田さん、リスナーの武田さんね、いい、本当にいいことを教えていただきました。ありがとうございます。それではちょっと昼休憩、ご飯も食べずに外に出てきて、この撮影テストやってるので、そろそろ戻らないとまずいので、まあ、シューティングテストはこの辺にしたいと思います。はい、ちょっとね、いい感じの木があるので、ここだけまたロックモードでこうぐるぐる回って撮る絵を撮ってみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。この GH5 と G6 プラスの組み合わせ、まあまあな感じでいけてたと思います。十分ね、この GH5 とこのレンズの重さに耐えられる仕様にこいつなってましたね。ただね、ここのプレートの長さが足りないのでモビロンバンドは必要ですけど、まあね、モビロンバンドじゃなくてもしっかり固定できるものであれば十分いけるかと思います。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ、バイバーイ。